本能寺の変は、天正10年6月2日、早朝、京都本能寺に滞在中の織田信長を、家臣、明智光秀が突如無本を起こして襲撃した事件である。信長は寝込みを襲われ、包囲されたのを悟ると、寺に火を放ち自害して果てた。信長の着難で、織田家当主信忠は、宿泊していた、明覚寺から二条御神像に移って交戦したが、 まもなく火を放って自陣した。これにより、信長、信忠を失った、織田政権は瓦解。6月13日の山崎の戦いで光秀を破った、橋場秀吉が豊臣政権を構築していく契機となった。天正10年3月11日に武田勝より、信勝親子を天目山に追い詰めて自害させた、織田信長は3月27日、2日に名城。 高東城を攻略した信忠に、褒美と共に、天下支配の剣も譲ろうとの言葉も送って褒めたたえた。信長は、甲府より返礼に来た信忠を諏訪に残して、軍勢を現地解散すると、わずかな共回りだけを連れて、海から東海道に至る道を、富士山麓を眺めながら、悠々と帰国の途に着いた。4月3日には新婦城の焼け跡を見物。かつての敵、信玄の巨漢。 筒子ヶ崎や片跡の上に建てられた仮御殿に、しばらく滞在し、4月10日に甲府を出発した。長年の宿敵を倒し、立派な後継者の目途もついて、信長にとって、大変満足な外戦となった。太平記英雄伝一、小田和佐助信長殿下を展望すると、東北地方においては、伊達市、最上市、足名市といった。 主な大名が信長に標準する姿勢を見せており、関東では、ご北条氏がすでに天正8年には同盟の参加に入っていて、佐竹氏とも以前より外交関係があったので、東国で表立って信長に逆らうのは、北陸の上杉氏を残すのみとなった。北条氏政、氏名親子は、広州に共同で出陣する約束をしていたが、 徳良城を攻略した後は何だ貢献できなかったので、3月21日に、酒、白鳥どっくりを、26日には、諏訪に、米田原千病を献じ、4月2日には、吉地500羽、4日には、馬13頭と鷹3羽と、短期間で立て続けに献上品を送って、ヨシを厚くしようとした。しかし、この時の馬と、鷹はどれも信長が気に入らずに返却されている。 他方で、信長は、長年の同盟者である、徳川家康には、駿河一国を送ったが、家康は両国を通過する、信長一行を万全の配慮で接待し、下詞に至るまで、手厚くもてなしたので、信長を大いに感心させた。これら、信長の同盟者はもはや次の標的とされるよりも、その脅しに服して従属するという姿勢を鮮明にしていた。 西に目を転じると、中国地方では、毛利氏との争いが続き、四国でも、長我壁氏が信長の指図を拒否したことから、交戦状態に入ったが、九州においては、大友氏と信長は、友好関係にあり、島津氏とも外交が持たれていて、前年6月には淳山の都の江崎久を、仲介者として、領氏を和睦させたことで、島津義久より貢ぎ物を受けている。信長は、 天正9年8月13日、信長自ら出陣し、東西の軍勢がぶつかって合戦を遂げ、西国勢をことごとく打ち果たし、日本全国残るところなく信長の支配下に置く、決意であると、その意向を繰り返し表明していたが、光月城での攻防の際は、重心が反対し、鳥取城攻勢めの際には出陣の機会がなかった。その間に、伊賀平定を終えて、 京都を中心とした機内全域を完全に掌握したことから、次こそ、第三次、信長包囲網を打倒し、最国最大の大名である毛利氏を討つという、意気込みを持っていた。他方で信長は、天正6年4月9日に、右大臣、右近の大将の官位を辞して、以来、無関、三くらいのままであった。大町天皇とは、サネヒ新への上位をめぐって、 意見をことにし、天正9年3月に、信長は上位を条件として、左大臣の住宅を一旦は了承したが、天皇が謹慎を理由に上位を中止したことで、信長の任間の話もそのまま宙に浮いていたからで、ある。そこで、朝廷は、公衆性伐の戦勝を機に、祝賀の直視として、加重寺春と用を下し、 春豊は信長が来戦した2日後の天正10年4月23日に、安土に到着した。春豊後期によれば、4月25日に、信長を大乗大臣か関白か、聖遺大将軍かに推挙するという、いわゆる、三職水人を打診し、5月4日には、サネヒと新郎の新書を添えた二度目の直使が、訪問したという。 二度の直視に困惑した信長が森成年を春豊のもとに使わせて朝廷の意向を伺わせると信長を将軍に衰退したいという直視だと春豊は答えた。しかし信長は6日、7日と直視を共応したがこの件について返答をしなかった。そのうちに5月17日、備中より待ちわびていた橋場秀吉からの出馬要請が届いた。 これを受けて信長は、出陣を決意し、三色水認の問題はうやむやのまま、本能寺で受難することになった。明智光秀像四国、長祖壁問題これより前、土佐統一を目指していた長祖壁元近は、信長に佐藤などを献上して、所領を安堵された。信長は、元親の嫡男、やさぶのえぼし親になって、真の字の返帰を与えるなど遊戯を厚くし、 四国の義は、元親手柄次第に切り取り相らへと書かれた衆院状を出していた。信長も当時は、阿波、佐抜河内に勢力を張る三好一党や伊予の河野氏と結ぶ毛利氏と対峙しており、敵の背後を脅かす目的で、長蘇壁氏の身長を促したのである。その際に、取り次ぎ役となったのが、明智光秀であり、明智家重臣の斎藤俊三の兄来達は、 高校衆、石ヶ谷三政の婿養子で、三政のもう一人の娘が、元親の性質であるという関係性にあった。ところが、その後三好勢は凋落し、信長の脅威ではなくなった。天正三年、河内高谷城で牢城していた三好安長は、投降するとすぐに、松井勇敢を返して、明記三日月を献上して、信長に大変喜ばれ、一転して、 家臣として交遇されるようになる。同じ頃に、土佐を統一した長祖壁氏は、天正8年6月には、佐藤三千金を剣じるなど信長に吉美を通じる意思を示していた一方で、阿は、佐抜きにまで大きく、勢力を伸ばして、昭願の子、甲春を、交友し、追い、東郷有穂を攻撃していて、信長の陪身が攻められる状態ともなっていた。昭願は、 橋場秀吉に接近して、その姉の子、三好新吉を養子師にもらい受けて連携しており、将元は本領である阿波美馬、三好の二軍を奪われると、天正九年、信長に、給料回復を訴えて、織田家の方針が撤回されるように働きかけた。信長は、三好勢と長祖壁氏の朝廷と称して、元親に、阿波の占領地半分を返還するように通告したが、 元親はこれを不服とした。天正10年正月、信長は光秀を介して、長祖壁は、土佐一国と南阿波二軍以外は返上せよという内容の新たな、主印状を出して、従うように命じ、斎藤と志蔵も、石ヶ谷空前を通して、説得を試みていたが、いずれも不調で、ついには、信長光雄の神戸信隆を総対象とする、四国性抜が行われることになった。 信長の四国政策の変更は、取り次ぎ役としての明智光秀の面目を潰した。早くも前年秋の段階で、あわ、淡路での軍事活動を開始していた不死のある将軍は、2月9日に、信長より四国出陣を命じられ、5月には、小田勢の先方に任命されて、かつ密城に入った。三好勢が、一宮城、恵比寿山次郎を落とすと、岩倉城による交渉は、 再び寝返って、小田川にこうした。変の直前、三好勢は、阿波半国の奪還に成功した状態で目前に、迫った、信鷹の出陣を待っていた。元親は、年市との5月21日付の書状で、一宮城、恵比寿山城、畑山城からの撤退を了承する元佐国の入り口にあたる天城、大西城については、確保したいという意向を示し、 あは、さぬきから全面撤退せよと態度を降下させた信長との間で瀬戸際外交が続けられていた。近畿関連全国平定の戦略が各地で着実に身を結びつつあったこの時期に、織田家の重心に引きられた軍団は、西国、四国、北陸、関東に出払っており、機内に残って遊撃軍のような役割を果たしていた。 明智光秀の立場は特殊なものとなっていたと現代の家は考えている。近畿地方の一円に政治的、軍事的基盤を持っていた光秀は、大海、丹波、山城に直属の家臣を抱え、さらにより一大名として、丹後宮津城の長岡藤高、忠興親子、山和郡山城の筒井順平、摂津有岡城の池田恒置、 茨城城の中川清秀、高槻城の高山郡を従えていた。高山儀工は、著書、明智光秀の中で、光秀は、師団長閣になり、近畿軍の司令官、近畿の官僚になったのである。近畿官令などという言葉はないが、上野馬屋橋へ入った、滝川和正を、関東官令というのを認めれば、この光秀を、 近畿官令と言っても少しも差し支えないであろうと述べて、初めてそれを近畿官令と表現した。桑田忠智も近畿官令とも称すべき地位につくことになったとして同意している。つ本と明は、三秀の立場を小田軍団の近畿軍管区司令官兼、この石師団長であり、CIA 長官を兼務していたと書いている。三秀は、両国である北を見、丹波、 さらには、与力として、単語、若さ、山と、摂津州を従いて出陣するだけでなく、公衆性伐では、信長の身辺警護を行い、すでに、京都奉行の地位からは、離れていたとしても、苦言を介して依然として、朝廷とも交流を持っており、京都諸市大の村井春朝圏と共に、都の行政に関わり、二条御神像の建築でも奉行をするなど、 多岐にわたる仕事をこなしていた。天正9年の馬揃えで、光秀が総括責任者を務めたのは、こうした職務から必然であり、織田軍団の中で、信長に次ぐナンバー2のポストに就いたという自負も目覚めていたと、野望説論者の長井道子は考えている。しかも、特定の管轄を持たなかった、重臣、滝川一正と庭長秀が相次いで、 関東に派遣されたり、四国征抜の準備や家康の接待に、暴殺されている状況においては、機動的に活動が可能だったのは、近畿関連たる光秀姫ただ一人であった。口述するように動機については、諸説あって、犯然とはしないが、わずかな共回りで刑に滞在する信長と信忠を、襲う手段と機会が、光秀だけにあったのである。本能寺の変が起こる直前までのお岳書書及び、 徳川家康の動向を以下にまとめる。主な出典は、信長後期、資料総乱、史跡集乱天正10年5月14日、織田信長は、安土城に下校した長岡藤高に命じ、明智光秀を在所として、軍務を解くから、翌日に安土を訪れる、予定の徳川家康の教役を務めるようにと、指示した。そこで光秀は、計、堺から沈物を、 たくさん取り揃えて、十五日より三日間、武田氏との戦いで、長年老のあった徳川家康や金二千枚を剣じて、所領安堵された穴山倍雪らの一行をもてなした。ところが、十七日、備中高松上皇移中の橋場秀吉から毛利、照本、小早川高景、吉川元春の小爪が現れたので応援を、要請するという旨の手紙が届いたため、 信長は、今、秋勢と間近く接したことは、天が与えた後期である。自ら出陣して、中国の歴歴を打ち果たし、九州まで一気に平定してしまおうと決心して、堀秀政を使者として、微中に派遣し、光秀とそのより奇襲には、援軍の先陣を務めるように命じた。ただし、川澄大後期では、単なる秀吉への援軍ではなく、光秀の出陣の目的は、 毛利領両国である宝器、出雲に乱入して、後方を拡乱することにあったとしている。ともかく、光秀は、急遽17日中に、居城坂本城に戻り、出陣の準備を始めた。19日、信長は、総賢寺で高和方雄に舞を回せ、家康、この江崎久、梅雪、楠木長夫、長雲、松井勇敢に披露させた。信長は、大変に、 上機嫌で、前が早く終わったので翌日の出し物だったのを今日、やるようにと丹波田楽の梅若太夫に命じたが、みるみるうちに機嫌が悪くなり、不出来で見苦しいと言って、梅若太夫を厳しく叱責した。その後、高若太夫に迷う再び回せ、ようやく信長は機嫌を直したという。2日、家康の教約を新たに、庭長秀、堀秀政、長谷川修一、貫也、 長寄りの4名に命じた。信長は家康に計大阪、奈良、堺をゆるりと見物するように進めたので、21日、家康と梅雪は計に出立し、長谷川周一が案内役として同行した。長秀と津田信須は大阪に先に行って、家康をもてなす準備をするよう命じられた。同日、信長の着難信忠も上落して、一門衆。 ホロシュうなどを引き連れて、明覚寺に入った。信忠が、この時期に上落した理由は、よくわかっていないが、家康が、大阪、堺へ向かうのに同行するためとも、弟、神戸信孝の四国征伐軍の陣中見舞いをする、予定で信長と一緒に、淡路に行くつもりだったとも言う。いずれにしても、信忠はこの日から変の日まで明覚寺に超投流した。26日。 坂本城を発した光秀は別の居城である丹波亀山城に移った。27日、光秀は亀山の北に位置するあたご山に登ってあたご権限に参拝し、その日は参浪した。光秀は思うところあってか老房の前で二度、三度とおみくじを引いたそうである。28日、光秀は伊藤院西棒でレンガの会を催し、28日中に 亀山に帰乗した。山崎長と守ると林亀之助が伝えたところによれば、光秀は、翌29日に、弓鉄砲の矢玉の入った長持ちなどの100個の荷物を運ぶ、市長隊を最国へ先発させていたという。ほんの自席日29日、信長は、安土城を留守居州と五番州に託すと、先人の用意をして、待機、命令あり次第出陣せよと命じて、 ともりを連れずに、故障集のみを引いて上落し、同日、京での上宿であった、本能寺に入った。信長の上落の理由もよくわかっていないが、過重寺春豊の日日記や信高たか印によると、実現はしなかったものの6月4日に、堺から淡路へ訪れる予定であったといい、このことから毛利攻めの中国出陣は早くとも5日以降であったと推測され、 安土より38点の名器をわざわざ計に運ばせていたことから道具開きの茶会を開いて披露するのが直接的な目的だったと考えられる。博多の豪商、姉妹喪失が所持する奈良市若月が目当てで、信長は何とかこれを譲らせようと思っていたとも言われるが、別の説によればそれはついでで、作歴体験など朝廷と交渉するための上落だったとも言う。 6月1日、信長は、咲久、春豊、官路寺京元などの苦行、僧侶ら40名を招き、本能寺で茶会を開いた。名物開きの茶事が終わると主演となり、明覚寺より、信忠が来訪して、信長、信忠親子は、久しぶりに酒を飲み交わした。深夜になって信忠が帰った後も、信長は、本因坊三佐と柏利県の囲碁の対局を見て、 しばらく後に就寝した。当時の本能寺で土河原京都市高古資料館展示。本能寺は現在とは場所が異なり、東は西の東院王寺、西は油の工事通り、南は四条坊門工事、北は六角通に囲まれた四町町の区画内にあって、東西約120メートル南北約120メートルという敷地に存在した。本能寺は、 天正8年2月に本堂や周辺の改築が施された。堀の幅が約2メートルから4メートルで、深さが約1メートルの堀、0.8メートルの石垣とその上の土井が周囲にあって防御面にも配慮された城塞のような城構えを持っていたことが平成19年の本老寺跡の発掘調査でも確認されている。当時、敷地の東には、 西の東院側があり、西の東院王子の路地とは接せずに、土井が川までせり出していて、西の東院側は、堀川のような役割を果たしていたようである。調査では、本能寺の変と同時期のものとみられる、大量の焼け瓦、土器、護岩の石垣を施した堀の遺構などが見つかっている。川内正義は、信長が、本能寺に、信忠が身を隠しに、 それぞれいることが判明しなければ、光秀は襲撃を決行しなかっただろうという見解を述べているが、同じ京都二条には明智屋敷もあり、同性は把握されていたと考えられる。燃える本のうで戦う信長6月1日、光秀は1万3000人の手勢を率いて丹波亀山城を出陣した。慶の森なり都市より飛脚があって、中国出陣の準備ができたか。 人容や家中の馬などを信長様が見分したいとのお達しだと物頭たちに説明して午後4時頃より準備ができ次第逐次出発した亀山の東の芝野に到着して斉藤都蔵に命じて1万3000人を勢ぞろいさせたのは午後6時頃のことであった光秀はそこから一丁半ほど離れた場所で軍事を開くと明智秀光に 重臣たちを集めるように指示した。明智滝郎の光秀行上記によると、この場所は、篠村八幡宮であったという伝承があるそうである。秀光明智明智三忠、歳三、藤田行政、溝を茂る朝が集まったところで、ここで、初めて無本のことが告げられ、光秀と重臣たちは、信長を、内派て主殿下の主となるべき長義を練った。またこの五名には、 気象文を書かせ、人質を取ったということである。亀山から西国への道は、南の三草山を越えるのが当時は普通であったが、光秀は、老いの山を登り、山崎を回って、摂津の地を進軍すると兵に告げて、軍を東に向かわせた。駒を早めて老いの坂峠を越えると、靴掛けで休息を許し、夜中に兵糧を使い、馬を休ませた。 く掛けは経営の道と最国への道の分岐点であったが信長に中心する者が現れて、密字が漏れないように、光秀は、家臣、天野右衛門を呼び出し、先行して、疑わしい者は切れと命じた。夏で早朝から畑に売りを作る農民がいたが、さっき立った武者が急ぎ来るのに驚いて逃げたので、天野はこれを追い回して二十、三十人切り殺した。なお、 大軍であるため別隊が経へ続く、もう一つの参道、カラビツコ市から、四条街道を用いたという、明智越の伝承もある。明智軍に従軍した、本城宗衛門による、本城宗衛門覚書には、家康様とばかり、ありこうという記述があり、中華宮の家臣には、目的が知らされていなかったことを示している。6月2日、未明、桂川に到達すると、 光秀は触れを出して、馬の靴を切り捨てさせ、徒歩の足軽に新しく足中のわらじに変えるように、命じ、ひなわを一尺五寸に切って火をつけ、五本ずつ日先を下にして掲げるように指示した。これは戦闘準備を意味した。ルイス・フロイスの日本史にも、あるものは、これあるいは、信長の内命によりて、その親類たる三河の君主を演殺するためではないかと、 疑惑したという記述があり、有無を言わせず、相手を知らせることなく、兵を攻撃に向かわせたと書かれている。一方で、川澄大公記では、触れで、今日よりして天下様におなりなされこうと、狙いが信長であることを、遠極的に告げたとし、兵は、出世は、手柄次第と聞いて喜んだとしている。他方、光秀が、敵は、本老寺にありと宣言したという話が有名であるが、 これは、来三葉の、日本外史では、桂川を渡る際に、我、敵材本能寺確かと述べたとされることなどによるもので、あり、同時代史料には、光秀の言葉とされるものは残っていない。桂川を越えたあたりで、夜が明けた。先方の斎藤と蔵は、市中に入ると、町々の境にあった木戸を押し開け、くんぐり戸を過ぎるまでは、上りや旗差し物をつけないこと。 本能寺の森、最価値の木、竹や部を目印にして、書体職組で、思い思いに分身して、目的地に急ぐように下地した。6月2日明けの、明智勢は、本能寺を完全に包囲し終えた。寄せての人数に言及する資料は少ないが、祖父物語ではこれを三千余きとしている。難問から突入した、本城宗衛門の回想によれば、寺内にはほとんど相手はおらず、 門も開きっぱなしであったという。進化期対抗基本の王子焼やきうちの図、信長後期によれば、信長や古彰州は、この喧騒は、最初限限のものの喧嘩だと思っていたが、しばらくすると、明智勢は時の声を上げて、五軒に鉄砲を打ち込んできた。信長は、さては無本だな、誰の仕業か、と乱丸に尋ねて、物見に行かせたところ、 明智の軍勢と見受けますと報告するので、信長は、やも、えぬと一言言ったという。通説では、この言葉は、光秀の謀反であると聞いた信長が、彼の性格や能力から脱出は、不可能であろうと悟ったものと、解釈されている。ま、異説であるが、三河物語では信長が、城之助が別心かと尋ねてまず息子である信忠の謀反を疑ったということになって、 乱丸によって、明智が別新と見え去ると訂正されたことになっている。日本王国記では、噂によると、信長は明智が包囲していることを知らされると、口に指を当てて、世はあまり自ら死を招いたなと言ったということである。明智勢が司法より攻め込んできたので、御堂に詰めていた五番主も五天の故障集と合流して、一段となって応戦した。 八代ロ・介ら四4名は、馬屋から適正に切り込んだが討ち死にし、馬屋では、中間州など24人が討ち死にした。御殿では、台所口で、高橋虎松が奮戦して、しばらく敵を食い止めたが、結局、24人がことごとく討ち死にした。湯浅正史州と小倉昭治は、町内の宿舎から本能寺に駆け込み、両名とも切り込んで討ち死にした。 信長ははじめ、弓を持って戦ったが、どの弓もしばらくすると弦が切れたので、次に槍を取って、敵を突き伏せて戦うも肘に槍傷を受けて、うちに退いた。信長はそれまで突き従っていた、女房衆に、女は苦しからず、急まかでよと逃げるよう指示した。当代気によれば三度警告し、避難を促したという。すでに古典には、 火がかけられていて、近くまで火の手が及んでいたが、信長は、電柱の奥深くにこもり、内側から難度を占めて切腹した。信長後期ではこの打ち入りが終わったのが午前8時前と、する。なお、創作においては光秀が自ら本能寺に打ち入ったように描かれることが多いが、それを裏付ける資料は存在せず研究者の間でも、議論されてきた。江戸時代前期の加賀藩の兵学者、 関谷正春の逸谷の書物には、光秀重臣、斎藤俊蔵の三男で、本能寺の返答時16歳で自らも変に、関わった斎藤李秀が、おいで、加賀藩士の井上聖左衛門に語った内容が、収録されている。資料によれば、俊蔵と同重臣、明智秀光が率いた、先発隊二千余機が、本能寺を襲い、光秀は、 寺から約8キロメートル南の戸場に控えていたと、される。奥書には、正春が、息子のために書き残したもので他人に見せることは、現金と書かれていることなどから、萩原は信頼性が高い記述と判断している。従来の光秀本人が、本能寺を襲ったとする説は、光秀と交流があった、吉田金美の日記に、これとお日が守る。 信長の屋敷本王子へ取り券などと記されていたことなどによると考えられるが、これらの資料は噂を書き残した可能性も指摘されている。一方、本能寺南側からわずか一階離れた場所に南蛮寺があったので、イエズス会宣教師たちがこれの一部始終を遠巻きに見ていた。彼らの証言を書き記したものが、天正十一年のイエズス会日本年報にある。この日、 フランシスコ・カリオン司祭が早朝ミサの準備をしていると、キリシタンたちが慌てて駆け込んできて、危ないから中止するように進めた。その後、銃声がして、火の手が上がった。また別の者が駆け込んできて、これは喧嘩などではなく、明智が信長に背いて放したものだという知らせが届いた。本のうでは謀反を予期していなかったので、明智の兵たちは怪しまれることなく、 何なく寺に侵入した。信長は起床して顔や手を清めていたところであったが、明智の兵は背後から弓矢を放って、背中に命中させた。信長は矢を引き抜くと、なぎなたという鎌のような武器を振り回して、腕に銃弾が当たるまで奮戦したが、奥の部屋に入り、戸を閉じた。ある人は、日本の大名に習い活復して死んだと言い,い、ある人は、 五点に放火していきながら消死したという。だが火事が大きかったので、どのように死んだかは分かっていない。いずれにしろ、諸人がその恋ではなく、その名を聞いたのみで戦慄した人が、もう初も残らずゴミと灰に返したと占めている。信長の首と、遺体現在の本能寺にある、信長孔美を高野山混合法寺にある、 信長供養棟大徳寺総建院の信長、高九葉党西山本門寺の伝承、信長高首塚他に、病心寺玉、大鳥院、阿弥陀寺、新御三宗福寺にも、信長、信忠の墓がある戦後、明智勢は、信長の遺体をしばらく探したが見つからなかった。光秀も不審に思って捕虜にいろいろと尋ねてみたが、結局、行方はわからずじまいだった。 光秀が、信長は脱出したのではないかと不安になって、焦燥しているところ、これを見かねた、斉藤利三蔵が合唱して、火の手の上がる、建物奥に入っていくのを見ましたと言ったので、光秀はようやく重い腰を上げて二条五神蔵の攻撃に向かった。後世、光秀が信長と信忠の首を手にできずに、生存説を否定できなかったために、本能寺の変異後、 信長敗下や同盟国の武将が、明智光秀の天下取りの誘いに乗らなかったので、あるという説がある。後の中国大外史の際に、橋場秀吉は多くの武将に対して、上様並びに、殿様いずれも個別着なくお切り抜けなされこう。ゼゼが先へ、お尻ぞきなされこうとの巨峰を伝え広めたが、数日間は、大見近在でも、信長生存の情報が錯綜し、光秀が、 山を掲げたかのような昇進の寄り木武将にすら協力を拒まれたところを見ると、それが明智勢に不利に働いたことは否めない。日本の木造の大きな建物が焼け落ちた膨大な残骸の中からは、当時の調査能力では特定の人物の意外は見つけられなかったであろうと未発見の原因を説明する指摘もある。祖父物語によれば、 乱丸は、信長の意外の上に畳を五六畳を覆いかぶせたと、言い,い、前述の宣教師の話のように遺たいが、怪人に返してしまうことはあり得ることである。ま、た遺説として、信長が帰えしていたとする、阿弥陀寺の縁起がある。変が起きたとき、大事を聞きつけた、玉誉れ清玉商人は、総二十名と共に、本のうに駆けつけたが、 門壁で戦闘中であって近寄ることができなかった。しかし、裏道掘り溝に案内するものがあり、裏に回って、池垣を破って、寺内に入ったが、寺院にはすでに火がかけられ、信長も切腹したと聞いて落胆する。ところが墓の後ろの矢部で十名余りの武士が葉を集めて火をつけていたのを見つけ、彼らに信長のことを尋ねると、遺言で意外を的に奪われて、 首を敵方に渡すことがないようにと指示されたが、司法を敵に囲まれて、意外を運び出せそうにもないので、仮装にして隠して、その後切腹しようとしているところだと答えた。商人はこれを聞いて、生前の恩恒に報いる幸運である。仮装は出家の役目であるから信長の意外を、渡してくれれば仮装して、遺骨を寺に持ち帰り年頃に弔って、法要も欠かさないと約束するというと、 武士は感謝して、これで表に出て、敵を布石心静かに切腹できると立ち去った。商人らは意外をダビに伏して、信長の遺骸を包囲に詰め、本能寺の総集が立ちのくのを装って運び出し、阿弥陀寺に持ち帰り、達中の葬だけで葬儀をして墓を築いたという。また二条で亡くなった信忠についても、遺骨を商人が集めて、信長の墓の傍らに信忠の墓を作ったという。 さら商人は光秀に掛け合って、変で亡くなったすべての人々を阿弥陀寺に葬る許可を得たとしている。秀吉が天下人になった後、阿弥陀寺には法事領300国が当てられたが、商人はこれをたびたび拒否したので、秀吉の激林に触れ、大徳寺総権員をお出しの葬病としてしまったので、阿弥陀寺はスタレ無縁寺になったという。この演技、 信長公阿弥陀寺由書の記録は古い記録が焼けたため、教法16年に記憶を頼りに作り直したと称するもので資料価値は高くはないという説もあるが、この縁で阿弥陀寺には織田信長公本名が現存する。ただし阿弥陀寺と墓は天正15年に上京く屈る船長に移転している。また別の遺説として、作家安部龍太郎と歴史家。 山口実によれば、西山本門寺寺殿に、本能寺の変の時に信長の友をしていた、原宗安が、本因坊三々の指示で信長の首を寺に運んで、供養したという記載があるという。総福寺文書によると、信長の側室の一人である小倉氏が、6月6日、美濃の総福寺に、信長、信忠の礼拝を持ち込んだとあり、同時にも、 織田信長ながこうがあるが、最初の墓であった。北北東に1.2キロ離れた場所にあった、明覚寺の信忠は、光秀無本の法を受けて、本能寺に救援に向かおうと出たが、村井貞ら伏死3名が駆けつけて静止した。村井邸は、現在の本能寺門前にあったが、当時の本能寺は場所が異なるため、東に約1キロ離れたところにあった。 前述のように本能寺は禅宗を水堀で囲まれて、特に西の東院側に遮られる東側からの接近は困難であり、四門を明智勢に囲まれた後では容易に入ることはできなかった。そこで彼らは二条通りの方に向かって、明覚寺に馳せ散じたのである。春朝賢が本能寺はもはや破れ、御殿も焼け落ちました。敵は必ずこちらへも攻めてくるでしょう。 二条の御神臓は、構えが堅固で、立てこもるのに良いでしょうというので、信忠はこれに従って、隣の二条御神臓に移った。信忠は、二条御神臓の主である東宮、サネヒト神と若宮和彦王に、戦場となるからと言って、すぐに代理へ脱出するように促した。春朝剣が交渉して一時停戦し、明智勢は腰を使うのを禁止したが、 徒歩での脱出を許可した。脱出した者の街頭で途歩に暮れていた、新王一家を心配し、町衆である連賀市里村上派が粗末な荷腰を持ってきて代理へ運んだ。あ茶ゃ局や二宮、五月の国行衆や助官衆もすべて脱出したのを見届けた上で、信忠は軍議を始めた。退去なさいませと脱出して、安土へ向かうことを進言する者もあったが、信忠は、 これほどの無本だから、敵は一万一にも我々を逃しはしまい。造業の手にかかって、死ぬのは、後々までの不名誉、無念である。ここで腹を切ろうと神妙に言った。信忠が、毛利義勝、福富秀勝、菅谷長頼りと議論している間に、明智勢はご心臓の包囲も終えて、脱出は不可能となった。二条ご心臓首相後頃、 明智前一万がご心臓に攻め寄せてきた。信忠の手勢は五百名余りで、さらにこれに、在京の信長の馬回り衆が馳散じて千から千五百名ほどになっていた。信忠の手勢には、腕に、覚えのある滅衆が何名もおり、獅子奮陣の戦いを見せた。一時間以上戦い続け信忠勢は門を開けて、撃って出て、三度まで寄せ手を撃退したほど奮戦した。 小沢六郎三郎は町屋に寄宿していたが、信長がすでに自害したと聞き、周囲が止めるのも聞かずに急いで信忠の御座所に駆けつけて、明智勢を装って包囲網をくぐり抜けると、信忠に挨拶をしてから、門の防線に加わった。梶原影久の子、松千代は町屋で病で伏せていたが、急を聞きつけて、家人のまたえ門と共に御心臓に駆けつけた。 信忠は感激して、なぎなたを授け、両名とも奮戦して打ち死にした。明智勢は、この江崎久邸定の屋根に登って、弓鉄砲で狙い撃ったので、信忠側の死傷者が多くなり、戦う者が少なくなった。明智勢はついに屋内に突入して、建物に火を放った。信忠は、切腹するから、縁の板を外して意外は床下に隠せと指示し、 鎌田荒介に解釈を命じた。一文集や近所、老頭はことごとく枕を並べて打ち死にしており、死体が散乱する状況で、火がさらに迫ってきたので、信忠は自陣し、鎌田は是非もなく、首を打ち落として、指示に従って、遺体を隠した。鎌田は、自分は追い払をするべきだと思ったが、どうしたことかついに切らず自前だった。斉藤理事を中心に、福富秀勝。 関谷、長頼、猪イノコヘイスケ、ダと共に、敵余った打ち取り遊勢を奮い戦うが、信忠自害後、今は、誰がために惜しむべき命ぞやと、指違いへ中止をけんけた。信忠の遺体も、無常の煙となった。本能寺と二条城では、信長、信忠の近所など多くの人物が打ち死にした。安藤森成の家臣に、松野平助というものがあり、 安藤が追放された時に松野だけは信長によって、召し抱えられたために大恩があったが、変の起こった時に遠方にいて、妙見寺に着いた時には、すべてが終わっていた。松野は、斎藤と志蔵の知り合いで、明智家に出資するように誘われたが、主人の危機に際して持参した上に敵に降参するのは無念であると言って、信長の後を追って自害した。 ひ方か郎兵衛という者も,も、同じく変に間に合わなかったことを無念に思って、追い払をして果てたという逸話が残っている。一本のうでは、上記以外に、中間集十四名が死亡したという。二末の始め中と、ひ方か郎兵衛は変後に追い払をした。三、信長後期には見られないが、祖父物語にある。高城頭という、 四岡部稽こと,と、岡部持俊氏にはこの時本能寺で戦死したという説がある。本能寺に滞在していた女性たちは、女どもはくしからずとして脱出し、サネヒと新郎の側近も脱出しているが、一部の武士も脱出している。信忠付の家臣であった、前田玄衣は、岐阜に逃れ、信忠の古参奉仕を守って、清須に赴いた。 寛永年間に成立した東大記によれば、明覚寺に滞在していた信長の弟、織田長松は、信忠と共に二条御神像に移ったが、戦いの中脱出し、安土城を経て岐阜へと逃れた。また、狩谷城主の水野忠重も脱出している。三河物語によれば、長松と山内康豊は狭間をくぐって脱出したという。東大記では、 長松の脱出を当時の人は悪であるとしたという。江戸時代前期の成立と見られる世間話し集、偽山語角では、長松が信忠にとにかく早く自害するようにと進めたとされており、二百世の老頭の多くも打ち死にしたのに対して、当の長松は自害せずに逃げ出したことを哀れとする。さらに京わらべがあざけ笑って、織田の言語は人ではないようお腹めさせておいて我は、 安土へ逃げるる、源の後6月2日に大水出て、織田の源なる名を流すと不名誉を皮肉った落詞が流れたとしている。江戸前期の変産物である、部下時期では、長松も下人に焚き木を積ませて、自決の準備をさせていたが、周囲に敵兵がいないのに気づいて、ここで死ぬのは、犬死にと思い脱出したという。また、二条御神像の戦闘では、黒人の家臣、 やすも戦ったという。やすはもともと、宣教師との越見の際に信長の要望で、献上された黒人の奴隷であるが、やすは、捕虜となった後も殺されずに生き延びた。しかしその後の消息は不明である。古典資料、古典作品には、下記の本能寺の変に関係した、よく知られた逸話が登場する。これらは、公説で述べる諸説の根拠とされるが、 資料の大半が江戸時代以降に書かれているために、すべてについて信憑性に問題があり、いくつかは完全なフィクションと判断されている。以下、内容とともに信憑性についても説明する。祖父物語、川澄大公記に見られる逸話で、公衆性罰を終えた後に、諏訪で、我らが苦労した会があったと祝賀を述べた光秀に、対して、己は、 何の功があったか、と信長が激怒し、光秀の頭を欄干に打ちつけて侮辱した。囚人の前で恥をかかされた光秀は血層を変えたと、言う。信長が光秀を長着信州諏訪軍何での辞にか、ご本人かれ秀けと。その席に、しかも明智猿蹴る派。さても笠間生命でた後藤餃子正一。我らも年来骨折たる子。諏訪軍のうち皆を人じきなり。 何でも、ご覧せよとさるケる派。信長御景色帰り。何時派どなたに手骨折部変をし、蹴るを。我が社日ごろ粉骨を陣したる悪気圧なりとて。掛けづくりりの欄間に、明智が遠うふて控えき急。その時、明智諸陣中に、手発意をかきたり。無念千万とありずめたる景色兼、レタル吉伝たり。祖父物語より一節、祖父物語は、 伝文形式の軍記物で、比較的古い官営年間頃に書かれた。いわゆる、公説を集めたもので信憑性は、玉石混虹であって、登場する逸話の信憑性の判断は難しい。信長後期には3月19日に、諏訪北家寺を本陣としたという記録があって符号する、天野光秀が、朝廷工作を行い、大町天皇から、遠い武田を打てとの勅命を出させて、 武田氏討伐の大義名分を得たことから、全く功績がなかったわけではなく、後日のルイス・フロイスの書簡などにも信長が光秀を殴打したという話があるため、口頭無形の作り話と否定できないが、現画年間の河澄大公記の記述を祖父物語が過失して膨らませたという説もあり、内容には疑問が残る。いずれにしても二次、三次的な資料である。 ただしこの逸話は、縁根節の根拠の一つとして、よく引用されてきた。明智光秀が、徳川家康の教役を命じられながらも、その手際の悪さから突然解任されたとする話が、河澄大港記にある。織田信長は見分するために、光秀邸を訪れたが、一歩門を入ると、魚肉の腐った匂いが鼻をついたので、怒ってそのまま台所に向かっていき、この様子では、 家康のご馳走は務まるまいと言って、光秀を解任し、京王役を堀秀政に変えた。赤恥を書いた光秀は腹立ち紛れに魚や器を堀に投げ捨て、その悪臭が安土の町に吹き散らされたという。信長の歓喜に触れ、京王役を解任され、食い下がって森乱丸に殴出される、光秀家康京は、駿河国ご配領のためにご礼一。 穴山殿をご堂々ひれせい、ご上落の夕日に文章付け一、御宿には、明智日向主書御宿に、日に青ぐ付け一公書に、ご馳走の余りにや、魚など用意次第、ご覧かれひれせいために、お見舞い公書に、夏子用意の生魚、ことのほか盛り去る公ゆえ、もにえ、お入り非正公と等しく、風に連れ悪きに及いぶ嫌い公。その香りを聞きつけ非正、意の外をなかりつにて、 料理の間へ直に、おなりひれ成功。この様子にては、家康教地層和聖魔塾と、おなかりずひれ清掃うろうて、堀久太郎のところへ、御宿日に青ぐつけ一行と、その時節の古き衆の口は、右の通と受け九行。信長治には、大宝傍女、家康教御宿に、日に青ぐつけ一行と御座行。この宿の様子は、二通に、お心いかりひれ成功。 ヒューが守る面目を失い騒動とて、キグサカナの打つ、その外用意の取り魚イカムレザン堀リエダコミサルコウ。その悪にお冷やずち中へ吹き散らし去ると、騒門へ去る工事。川澄太公期より一説、常山治無段にも、東照宮ご状況の時、光秀に、地層のことを命ぜらる。主樹教令の説しけるに、信長高野の時たちより見て、 肉の匂いしけるを、わらじにて踏み散らされけり。三秀でまた新たに用意しける書に、備中へ出陣せよと、ゲジせられしかば、三秀忍びかねてそむきしといえりとある。川澄太公記は、太公、秀吉の伝記ではあるが、資料としても、一定の価値があるとみなされた時期があり、この話は、江戸、明治時代には、史実と捉えられていて、縁根説の根拠の一つとされた。 同期では光秀が決起の理由を、信長に大見に取り立ててもらった恩はあるが、3月3日の、節句に大名皇家の前で、岐阜で恥をかかされ、諏訪で石管され、強王役を解任されて、面目を失ったという三つの遺恨が我慢ならないので、本のうに一人でも乱入して打ち入り、腹切る覚悟だと述べている。これに対して、明智秀光が進み出て、 もはや秘密にできず、一旦口にした以上、結婚するしかないという趣旨の意見を表明し、続いて、斎藤と志蔵、水尾勝平が打ち明けられた信頼に感謝して、明日より、上様と呼ばれるようになるでしょう、と賛同したという、話となっているのである。しかし、上記の文章内でも言及されている、信長公期には、そもそも、家康の宿舎は、光秀邸でも、秀政邸でもなく、 大宝坊という別の屋敷で、光秀は、教養役を3日間務めたと違う話が書かれており、解任の話は見られない。これは、川澄大公期における光秀が無本をした理由の核心部分であり、こういった事実がないということになれば信憑性を失う。むしろ縁魂説を説明する逸話として、後世創作され、付け足された物語ではないかと考えられ、大和田哲夫は、 解任された可能性がないわけではないとしつつも、三秀の不手際による解任ではなく、最初から3日間の任務であり、ここから三秀が信長に恨みを抱くという必然性は見出せないとする。また、江戸中期の原文年間に書かれた、常山おさむ段に関しては、出典の異なる多数の逸話を雑然と一つにまとめて載せたという二次、三次資料であり、信憑性はそもそも期待できない。 明智軍機に、信長の出陣命令を受けて居城に戻る際に、光秀の元に上司として青山越さんが訪れ、出雲、岩見の二カ国を与えるがその代わりに、丹波と大見の志賀軍を召し上げると伝えたという話があり、それを聞いた、光秀主従が怒り落胆して、謀反を決断したという。出雲、岩見への国替えに苦悩する、光秀主従、これと日向守るに、出雲岩見を、 玉まのふとのぎなり。流がられさ、丹波大海は召し上がられるよしを去る捨て、帰りける。光秀平家古老ととも、闇夜に、冥府心地しけり。そのゆえは、出雲、岩見の敵国に相向かい、軍を取り結ぶ中に、丘陵丹波、大海を召し上がられんにつけては、最終剣俗症児も身を置くべきところなし。悔しき次第なり。佐久間江門城、林助く私森。 荒木積もり、その他のやから滅却しごとく、当家も滅ぼすべき、ご所存なほど、鏡にかけて、愛見えこう。無本の儀、是非に思えりつせ玉うべしと、進化の面々、怒れる目に涙を浮かべて去るければ、三秀でついにこれに樹皮。明智軍記より一説この話は、縁根説の有力な根拠と江戸時代はされていたが、明智軍記は、軍記物であって、もともと信憑性が薄く、 徳富祖法は、これは立派な小説であると断じ、大和田も事実だったとは思えないと言っている。国替えについては、資料的根拠も残っていない。現代の歴史学者は、たとえそれが事実であったと仮定しても、書量の当て行は、よくあったことで、この場合は、形式的にも英典、画像であって、家を追われるような類のものではなく、恨みを抱くような趣旨のものではなかったと考えている。 オ和田は、山陰という場所が、近畿関連からの左遷に当たると思った可能性があるのではないかと、秀吉ライバル施設に通じると推測するものの、理不尽な行為と受け取るのは間違っているとも指摘する。しかも店舗先の出雲には、出雲大社、岩見には、岩見銀山があり、銀山という経済基盤を手に入れることができるなら、左遷ではなく、栄転の可能性もあるとされる。 光秀レンガの図、信長後期にも、亀山城出陣を前にして、あたご本源に賛同した光秀が翌日、伊徳院二志望でレンガの会を催したとある。このレンガは、あたご百院あるいは、明智光秀長業百院として有名であるが、光秀の北区、時は今、雨が下知る五月なりの意味は、通説では、時は、源氏の流れを汲む時氏の一族である。 光秀自身を示し、アメガシタシは、アメガシタるであり、すなわち、今こそ、時史の人間である私が天下を治める時である、という待望を示したものと解釈される。光秀の心情を吐露したものとして、野望説の根拠の一つとされる。海星三河ア風土記では、光秀は、レンガ界の卒時に、本能寺の堀の深さを問うと言い,い、もう一泊した際に同宿した。 里村上派によれば、光秀は、終夜熟睡せず短足ばかりしていて、上派に微深しげられて核を暗示ていると答えたというが、これはすでに信長が本能寺に投縮するのを予想して、無本を思案していたのではないかとした。あたご百院より一説、常山治無段にも、天正十年五月二十八日、光秀あたごさんの西坊にて百院の連がしける。時は、 今梅が下しる五月から三秀。で。水上勝る庭の夏、山に死亡。花を釣る、流れの末をせき止めて上波。明智規生なれば、時と時を読みを通わせて破天下を取るの意を含めると、ある。秀吉は三秀を討ち取った後、レンガを聞いて怒って、上波を呼んで問い詰めたが、上波は、北区は、雨が下なるであり。 飴がした汁は訂正されたものであると涙を流して、気弁を言ったので、秀吉は許したという。百印は、神前奉納されて、写本記録も多く資料の信憑性も高いが、一方でレンガの解釈については、異論がいくつかある。そもそもこれはレンガであり、上の句と下の句を別の人が読み、さらに次の人と百句つなげていくというものであって、 その一部に過ぎない句を取り出して解釈することに対する批判が早くからあった。桑田忠隆は、時イコール時イコール、時と解釈するのは、後世の何日とかのこじつけで、明智氏の本性時であることが有名になったのは、このこじつけ発であるとした。明智健三郎は、句は、雨が下なるの語期であり、今は、サミダレが降りしきる五月であるというひねりのない。 そのままの意味であったと主張する。他方で、津田井サムは、歴史群像史上、あた五百院に隠された、光秀の暗号、打倒新潮の密直は、やはりあったで、レンガガの古典の一節を踏まえて読まれたものであると、指摘。北区と脇区は、遠鏡本平家物語の一文を、次の上派は、源氏物語、花散る里の一文を、その他にも、大平記。 マスカガミなど多く読み込まれている作為は、朝敵や兵士を撃ち、源氏を台頭させるという偶意が込められているとし、百姓は、練習の一致した意見として、織田信長を撃つという趣旨で、通説の構図は間違っていないと主張する。これらは、全体としては、朝廷守護説や、源平交代説などに通じるものである。また、立花京子は、松山ではなく、 夏山である場合であるが、脇区が、細川雄彩が以前に読んだ区との類似を指摘している。創建記、絵本太鼓記、常山治団などにある話。天正七年六月、光秀は、自身の母親を人質として出し、丹波八条城主、旗の修司、秀直兄弟や従者十一人を、本目の城での主演に誘って、彼らを副兵で生け取りにして、 安土に移送したが、修士はこの時の戦勝が元で死に、秀直以下全員は、信長の命令で張り付けにされた。激怒した八上城の家臣は、光秀の母親を張り付けにして殺害したというもの。八条の城兵、光秀の老母を残罪にするず、光秀天正七年六月、修元者を、剣して、丹波の旗の絵問題部修士が元に、光秀が母を質に出し、 はかりければ、修士その弟縁、江森秀直、を、共に、本命の城に来たりけるを、主演して教師、兵を伏せお起きて、兄弟をはじめ、従者十一人を、生け取り、安土に使いしけり。修士は、副兵と散々に戦いしとき、傷をこうむり途中にて手しす。信長秀直以下を安土にて張り付けにされたあり、丹波に残り至る者ども、明智が母を張り付けにしたり。 常山治まおさむこの話は、縁根説のうちでも、とりわけ有名であるが、長期の包囲により八条城内は、飢餓状態に追い込まれ、信長後期によると、はじめは草や木を食用とし、後には、牛や馬を食べたが、ついに口にするものがなくなり、城外に出たところを、包囲軍に切り捨てられたとされ、頃合いを見計らって三日では、調略をもって、修士を捕らえたとされる。 この場合の調略は、修士の家臣を有効し、彼らの手で上主の旗の兄弟を捕らえさせ、降伏させたという説があるから、人質交換の余地など、全く見当たらない。戦況からして、八条城の落城は確実であったわけであるから、光秀としても、あえて母親を人質とする必要に迫られることは、なかったのである。創建記や、柏崎物語は、光秀の、 調略による、旗の兄弟の友好に関する記録を恣意的に解釈したもので、事実とは、ほど遠い創作であり信じるに足りない。文六年間に書かれた雑話集、偽山語角に、更新待ちの際に、雇用で黙って退出しようとした光秀が、酔った信長から槍を首筋に突きつけられ、いかに金か頭何と手立破るぞと凄まれる話がある。光秀は、 平謝りして許され、頭髪を乱して全身から冷や汗をかいた。これを発展させた話が、常山治無段にあり、また信長ある時、主演して七、坂月入酒坂を持て、光秀にしいらるる。光秀思いもよらずと自死申せば、信長は兆しを、中期、この白人を飲むべきか、酒を飲むべきか、と怒られしかば酒飲みてけりと。 これでは無理やり飲まされたように過失されている。似たような話が、江戸後期の随筆、沖縄にも収録されているが、これらは共に信憑性は薄い。フロイスの日本史には信長自身が酒を飲まなかったとあり、信長が酒を足しなまなかったという話は、同時代の医師ルイスであるメイダの書簡にも見られるので、事実と考えられており、信長が酔って絡むといった話は、 そもそもありえないことだった。川澄太閤期などのある話。斎藤都蔵はもともと稲葉一徹の悲観であったが、ゆえあって離れ、光秀のもとに身を寄せて、家臣として、公六でし使えられたので、一徹が信長に訴え、信長は都蔵を一徹のもとへ返すよう命じた。光秀はこれを拒否して、筆教は、勲功の恩に法然がためと言ったが、信長は激怒して、 三秀の曲げを掴んで引きずり回し、脇差しに手までかけた。三秀は涙を流して、憤怒にこらえたとする。信長ごとの外、ご立腹ありて、夜が下地にても、引きまじくとや、水産なりと、ひれ、あおぐ、たぶさを取りて、二十三軒と壮らかしたまえば、そのままお次の前退出。三秀が向こう小田七兵城、信澄午前にありけるが、このありさまを見て、 驚き騒ぎ立つ。信長憤度のあまりに、お脇差しを抜かんとしたまえとも、早く来たさりしずまりたまう。明智は、お次の間にて、涙を流し、面目を失いたりとうんて、我やへ帰りけり。勢を見る人、光秀の風情、ただごとならざると囁きけれども、お取り立ての出頭人になれば、誰ありて、お耳に立てるものなし。と見てお前もあいすみ、折々の出資なり。 東照軍艦、常山治無では、その後稲葉義家人を、明智多くの六を与え呼び出せしを、稲葉元群とも戻さず、信長戻せと、下地せられしをもうべなわず、信長怒って明智が神を見引き伏せて責められる。三秀国を賜りそうらえども、身のために致すことなく、死を養うを第一とするよしこたえければ、信長怒りながらさて闇蹴りとある。その他、 明智軍記、柏崎物語などにも、同種の話があり、縁根説の根拠の一つとされる。エリンジを焼こうとするのをいめた光秀を打ち据える、信長、信長後期に、天正十年四月三日、公州征罰で武田氏が滅亡した後に、エリンジに逃げ込んだ、佐々木次郎の引き渡しを、寺川が拒否したため、織田信忠が、織田元秀、長谷川智、関長安。 赤崎久志圏に命じて寺を焼き打ちさせた。総百150人が殺され、住職海戦正気はみじろぎもせずに焼け死んだ。有名な、神道滅却すれば日もまた鈴しは、正気の自生の苦の下の苦」という。以上が史実であったが、絵本対抗紀頭ではこれに加えて、三秀が強く反対し、静止しようとして、信長の激凛に触れ、石棺してさらには手打ちにしようとしたという。 これまで見てきたものと似たような展開とされている。しかし、そもそも、焼き打ちを命じたのは、信忠であり、同日、信長は、甲府にいた。他方で、開戦将棋は、時市の出身で、光秀も内心を穏やかではなかったのではないかという、説もあり、諸説の補強説明に利用されることがある。本能寺の変は、当時最大の権力者であった信長が死亡し、 時代の大きな転換点となった事件であり、大和田哲夫は戦国時代における最後の下国城と評している。信長を撃った光秀がその動機を明らかにした資料はなく、また、光秀の重心も短期間でほとんど撃たれてしまったため、その動機が明らかにされることはなかった。さらに光秀が送った手紙等も、降難を恐れてほとんど隠蔽されてしまったため、 本能寺の変の動機を示す資料は極めて限定されている。小和田は日本史の謎と表現している。永遠のミステリーといった表現が行われることもある。明治以降、本能寺の変というテーマは何度も研究家に取り上げられ、通史の中で触れられてきた。東京帝国大学教官の田中義成、渡辺義介、花見、ついたちみ、牧野慎之助などのほか、 近世日本国民史の著者である、徳富祖法も、持論を述べているが、食法規、日本中世史の研究者が、謀反の動機を究明する動きは一貫して、低調であった。小座雄一も現在の日本史学会においては三秀が、謀反を起こした理由については重要な研究テーマと、見られておらず、日本中世史を専門とする、大学教授が、本能寺の変を主題とした、短調は、 極めて少ない。小沢が該当する単調は、藤田達夫の謎解き本能寺の変ぐらいであろうとしているが、この本も、信長権力の評価に重点が置かれている。本能寺の変の歴史的意義としては、信長が死んだ、ことと秀吉が対等したことであり、光秀の同期が何であれ、黒幕がいたとしても、後世の歴史に何の影響も与えておらず、日本中世史学界において、 光秀の動機や黒幕を探る議論は、極者であると見られている。在野史家の霧の作人は、そのような学会での評価を踏まえた上で、本能寺の変の真相を究明することで、小田権力内部における、固有の矛盾のありさまや小田権力末期の実態を解明できるかもしれないとしていい。しかし資料が存在しないということは、裏返すと、個人の推理や憶測といった想像を働かせる余地が、 大きいということであり、中性子研究家ではない、素人でも参入しやすい。このため、在野の研究家のみならず、専門の中性子研究家ではない小説家、ライターといった多くの人々が自説を展開してきた。小座はこれほど多くの説が乱立している。日本史上の陰謀は他にないと評している。なぜ三秀は信長を撃ったのか。これが定説だとか。 通説になっているというものは、現在のところ存在しない。変の要因については、江戸時代から明治、大正を経て昭和40年代頃までの主流中の主流の考えは、野望説と縁根説であった。光秀にも天下を取りたいという野望があったとする。野望説は、謀反や反逆というものは、下国城の戦国時代には、当たり前の行為であったとする。 この頃の認識からたやすく受け入れられ、古典資料に記述がある信長が光秀に加えた、度重なる理不尽な行為こそが原因であったとする、円根説とともに、私学会でも長らく揺らぐことはなかった。これは、講談、軍記物など属書が広く留付されていたことに加えて、前説著名な椅子話で述べたように、二次。 三次的な古典資料に対して交渉的検証が不十分だったことに起因する。二説以外には、第三要が主張した自衛のために謀反を起こしたとする説など、受動的な動機を主張するものの総称である不安説もあったが、怨恨が恐怖に復讐が自衛に置き換わっただけで、論拠に本質的な違いはなかった。戦後には実証史学に基づく研究が進んだが、 この分野で宣弁をつけた高柳孝治は野望説論者で昭和33年に著書明智光秀を発表してそれまで比較的有力視されてきた円根説の根拠を一つ一つ否定した円根説論者である桑田忠近がこれに反論して両氏は比較的良質な一次資料の交渉に基づいた議論を戦わせたが桑田は昭和48年に 同盟の著書、明智光秀を発表して、単純な縁婚説ではなく武道の面目を立てるために、主君信長を謀殺したという論理で説を展開したので、それが近年には、義憤説、他したような名分存在説に発展している。信長非道祖施説の大和田哲夫もこの系譜に入る。また、野望説は、変後の光秀の行動、計画の尻滅裂さが批判されたことから、 天下を取りたいという動機を同じにしながらも、事前の計画なく、信長が無防備に、本能寺にいることを見て、発作的に変を起こしたという突発説という亜種に発展した。しかし、交渉的検知からの研究で判明したことは、結局、どの説にも十分な根拠がないということであり、それが、どの説も未だに定説に至らない理由となっている。野望説も、 炎婚説も不安説等も光秀が自らの意志で決起したことを前提とする光秀単独反説であったが、これとは全く異なる主張も現れた。作家、矢切留夫は昭和42年に著書、信長殺し、光秀ではないを発表して主犯別在説の口火を切った。矢切は、脳姫が斎藤敏三と共謀して本能寺に兵を向けさせた。 その際、四国侵攻準備中の織田軍を、マカオ侵略と誤認した、宣教師が爆薬を投げ込んで信長を殺害したもので、光秀自身は全く関与していないと書き、光秀無罪という奇想天外な主張をしたので、歴史家には無視されたものの、資料の取捨選択と独自解釈について、一石を投じるものとなった。また、昭和43年に、岩沢義彦が、本能寺の編集位、 日日期初秋天章十年夏期についてという論文を発表して、加重寺春と世の日日期を活字で復刻したことをきっかけにして、久下州の日記の研究が進み、平成三年に、立花京子は春豊後期の新解釈に基づく論文、信長への三色数人についてを、平成四年には、今谷明が著書、信長と天皇、中世的権威に挑む覇王を発表して、 注目を集めた。平成頃になって、史学界では、朝廷黒幕説が脚光を浴びて、有力な説の一つのように見なされるようになった。従来より、黒幕説は、登場人物を自由に動かして、物語を書きやすいことから作家に好まれたものであり、数えきれないほどの人物が黒幕として取り上げられていたが、そういった創作分野に史学が混ざったことで一層触発されて、 現在も、主犯存在説と黒幕存在説の2系統、そして複合説と呼ばれる複数の説を混ぜたものが、増え続けている。平成21年に、明智健三郎が発表した、著書、本能寺の編427年目の真実は、凶暴説に分類される。こうして、光秀単独本説が定番だったものが、光秀を背後で操る黒幕がいたとか、陰謀があったとか、 共謀者がいたとかいう雑説が増えていくと、黒幕説には何の資料的根拠もなく空中楼閣に過ぎないという当然の反論や批判が登場した。平成18年に鈴木慎成と藤本正幸は、教著、信長は暴略で殺されたのか、本能寺の変、暴略説を笑うで黒幕など最初からいないとして、黒幕説には、 以下の共通する5つの問題があると指摘した。事件を起こした同期には、くれても黒幕とされる人物や集団がどのようにして三つと接触したかの説明がない。実行時期の見通しと機密漏洩防止策への説明がない。三つが無本に同意しても重心たちへの説得をどうしたのかの説明がない。黒幕たちが事件の前も後も 光秀の謀反を具体的に支援してないことへの説明がない。決定的なことは裏付け資料が全くないこと。藤本は平成22年に発表した著書、本能寺の変、信長の油断、光秀の殺意でも朝廷黒幕説を含めた各種の黒幕説を批判している。また平成26年の石垣明文書の公表によって近年は 四国政伐会筆説も着目されているが、この説の取り扱いについては口述する。本能寺の変の謎については結局は肝心の動機が分からず伝説が存在しないため、様々な小説、空説が登場し、歴史家、作家だけでなく歴史愛好家も自らの主張を展開して、百科両覧という現状であるが、平成6年に歴史アナリスト後藤敦氏が、 別冊歴史と過本史上で、これらの諸説を整理して、大きく三つに分けて、さらに五十二、細分化して分類した。過表はそれに別資料の八つを加えて五十八にまとめたものである。これらには一部が重複するあるいは複合する内容や、同じことを別の表現で言っているものがあるために、それぞれが全く異なる説であるというわけではない。 表の中身には研究と創作とが混ざっており、中には何らだ資料的裏付けがなく、全くの憶測で説が提唱されている場合もあり、すべて同等に扱うのは適切ではないが、全体像を明らかにするために一覧として示した。無罪説という分類もあるが、分類の都合上を除き、本文中に記した。明智光秀が自らの意志で決起して、本の寺の変を起こしたという説の総称。 単独反抗説や三秀主反説、三秀単独無本説などをいくつか同義の言い方がある。三秀が自らの意志で能動的に決起したという説の総称。明智軍機による三秀公治政句の意志文、人々が語るところによれば彼の好みに合わぬ要件で明智が言葉を返すと信長は立ち上がり怒りを込め一度か二度命地を足下にしたということである。 だがそれは密かになされたことであり、二人だけの間での出来事であったので、後々まで民衆の噂に残ることはなかったが、あるいはこのことから、明智は何らかの根拠を作ろうと欲したかもしれぬし、あるいは、おそらくこの方がより確実だと思われるが、その角の利欲と野心が募りに募り、ついには、それが天下の主になることを彼に望ませるまでになったのかもしれない。訳。 フロイス日本史より一説無本は、光秀の本意ではなく、何らかの理由があってやむを得ずに決起したという説の総称。太平記英雄伝27、明智日向、守る光秀光秀が無本を起こした理由を、野望や炎婚、恐怖といった感情面に求めるのではなく、信長を打つにはそれだけの大義名分があったとする説の総称。光秀が自ら決起したことを前提にして、 指摘制裁を否定し、時には個人的な野心すらも否定する。大義名分が何であったか、大義の内容によって諸説が派生した。資料的論拠が不十分でも、大義という論理に基づいた行動は説得力があるように見えるので歴史学者が好んで用いて、近年多くの説が発表されている。義憤説、理想相違説など様々な呼び方がある。 大平気英雄伝72、超蘇我部区内醤油元やいくつかの説を組み合わせて、内容を、主者選択、保管して、説を形成しているものの総称。無限にでもバリエーションを作れるが、説として、資料的に論証されたものは存在しない。そもそも根拠が示されていないものも多く、論証することはあまり考慮されていない。いくつかの状況証拠の点と線を結びつけて、 説を構成するのに便利なために、作家、歴史愛好家がよく用いる。主犯存在説は、実行者や主犯となるべき人物が、光秀以外の他の別人であるという説の総称。無罪説ともいう。非営山焼打ち前に、光秀が、大海の土豪に出した、諸情重犯存在説は、光秀を主犯にあるいは主犯を特定せずに、無本を奉助した重犯の存在に着目して、 本能寺の変の前像の一部を解説しようという説の総称。黒幕説を補完するだけのものもあるが、必ずしも黒幕説や陰謀論に組みするものだけではなく、変の要因の背景に着目するものも含まれる。信長を撃ったのは三秀自身の意志ではなく、何らかの黒幕の存在を想定してそのものの意向が背景にあったとする説の総称。黒幕を複数と想定するものは、 黒幕複数説に分類され、凶暴説という、複合説も参照。大木町天皇、足利義明木像君が世を突き固めたり春の餅、道家武者御代の若餅根を持つのが信長、餅をこねるのが光秀、のしているのが秀吉で、食べている大将が家康を表す愚意。信長の朝廷政策については、従来より研究者の間で見解が分かれており、結論は出ていない。 本能寺の変と朝廷との関係についていろいろと憶測する説があるが、この結論が出ないことには前提が成り立つのかどうかすらはっきりしないということを意味する。信長自らの行為が本能寺の変を直接招いたという説の総称。平成17年に作家園、道明が著書に書いた説もこれにあたる。毛利氏との決戦を控えていたが、毛利法はよくまとまり、亡命した。 足利義明を用して、大義名分を持っていた。そのため、信長は、状況打破のため正位大将軍に任官を呼び、義明の将軍解任を朝廷に求めていたが、朝廷はなかなか認めようとしなかった。そこで、信長自身が光秀の軍勢を二条御神像に差し向けて、朝廷を威嚇して、要求を強引に認めさせようとしたが、 それを光秀に利用されて、無本を起こされたという説を唱えた。しかしながら、毛利方は、本能寺の変の2年前にあたる1580年に、毛利方から織田方に蔵返した浮田氏を攻めるため、小早川高景を総大将とする大軍を送った、ものの、面川崩れ、鎌崩れと続けざまに一方的な大敗を喫している。この当時毛利は、 小田は愚か浮き田にすら勝てない状態であり、機内に攻め込むことは現実的に不可能であるため本説も信憑性に乏しいと言える。ありがとうございます。